お得意なんで、この夏の写真を撮るのは得意なんで、今日からの写真撮るのは撮り合ってたね、うん、もうベテランだよ。そうだね、お互いのこと専属だよ。専属、お互いの専属やってます。日常の強化の良さをたくさん収めたいと思います。同じくです。出てた子だってあの子も出てた子だみたいな見はかって感じだった懐かしいね。ね、こんな仲良くなると思わなかったね。ね、全く思わなかったね。嬉しい紅茶が。なんかのきっかけで遊ぼうってなってね、連絡取るようになって。なんだろうね、忘れちゃったけどね。そしたらこうなったよ。こうなったよね。気づいたらもう。月に1回ぐらいってます、うん、紅茶飲んでるねでも本当に紅茶飲んでるよね。紅茶ばっかり飲んでるよね。一生紅茶飲んでるよね。嘘かと思うけど本当に紅茶飲んでるよね。お互い取り合ってます、うん、なんか自前のカメラをお互いフィルムなんですけど、大体高円寺とか行って取り合ったりしてたりしてた。昔、最近あんましてないよ ね、 ねしたいね、なんかね、したいね。もうほんと写真撮るだけの日みたいだったよね。そうそういうことしてたね。私写真にしちゃう、焼いちゃう、ちゃんと焼いていくんで、もう評価写真集みたいな出来上がってる。あ、来た。これ。海のもすごいいいんですけど、このなかなか見れない強化の笑顔っていう、この運転してるイメージなくないですか。強化が運転ってやばいかな、心配になっちゃう。心配かな。信号、信号わかる？みんなから反対される。信号ってわかる？左折ってわかるみたいな。めちゃくちゃバカにされてるわ。なんなんこの人。めちゃくちゃ美味しい。100点。今まで食べた中で一番美味しいかもしれない。どう？やばくない？やばい。やばくない？毎日食べたい。毎日食べたい。見れて嬉しかったです。
あっという間でしたね。あっという間だったね。ね、朝から朝8時に入ってすぐ夜ご飯で、全然疲れてないかな。そうだね、いっぱい歩いたけど、楽しいってここまで来た感じね。なんか普段の私たちもう本当に普通に遊んだよね。普通に遊んだだけでした。ありがたいことに、とても楽しかった、楽しかったです。私はイルカショーの後の、海をバックに撮った。あ、私は、そうそう、光もすごい綺麗で、で今日かもすごい綺麗で素晴らしかったね。ありがとうございます。なんだろう、私全部だな。うまいこと言ったな。そういうのよかったな。全部だな。全部の子熱が可愛かったな。いや、もちろん教官もずっと可愛いんだよ。それはもう私もすごい思ってた。いやいや、もう朝合流してから可愛いしか言ってないよね。ないね、お互いのことで。気持ち悪いよね、ちょっとまたから見たら。どんだけ好きなお互いのこと。もうちょっとなんか語彙力を伸ばしていった方がいいかもしれない。そうだね、課題じゃない。そうだね、次までの課題に、うん、最高最高と、やばいじゃない。100点。100点。勝手に100点作るんですよ。私たち100点だよね。で、ここでさっき言ってたんですよ、ずっと。2人合わせて200点だね、みたいな。でも誰もそんな言ってない。言ってない。勝手に自己評価。自己採点が100点。美味しい。何だろう。いや、ジーン。え、どうしたの。美味しいじゃん、いいじゃん、それ。こういうとこあるんですよ、京香ちゃん。ここまで。困る。ごめんなさい。ごめんなさい。失礼いたしました。潜在にできそうな写真いっぱい撮った。ああ、私も撮ったから。ぜひ、ぜひ。限定、期間限定にでも。期間限定にでも。カメラマンっていうの持っていいかな。今度から。いいよ。めっちゃいいな。せーの。ほとう。ほとう食べに。ね。でもずっと言ってるよね。ずっと言ってるね。本当が見えてる。見えてるね。湯気が見えてる。湯気が見えてる。なので、ぜひ、次は、本当の旅に、山梨へ行きたい。行きたいな。ね。ね。うん。まあ、改めて、この、京香との相性がいいんだなっていうのは、すごい、思いますね。多分他の人だったらこうはならない。ちょっとは、なんか、噛み合わなさっていうか、まあ、言い方は変ですけど、そういうのがあったと思うんですけど、京香とはそういうのが一切なく、ばっちり合うっていうのは改めて思いましたね。でもなんか改めてこうやって小夏のことを取りまくってると、大人になったなってすごく実感して、なんかより小夏の魅力を皆さんに見せてあげたいです。私目線の小夏をみんなと共有したいなと思います。嬉しい、嬉しい。めちゃくちゃ可愛いんで。以上、京香と加藤小夏でした。ありがとうございました。以上、京香と加藤小夏でした。ありがとうございました。ちょっともう一回やっていいですか。ちょっと締まりが悪い。こういうの苦手っていう。こういうの苦手。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイみたいな。バイバイみたいなね。はい。はい、真剣にやろう。うん。以上、京香と加藤小夏でした。ありがとうございます。何なのよ。バイバーイ。